なんかさ、フットサルの球もさ、いい球で蹴りたくねって俺なっちゃったのよ、ついに。待って、今買ったって話をしたんだよ。これ買った。やばっ。もう一生普通にオフィシャル5000円する。すごっ。普通に蹴りやすそう。6000円するわ、これ。そんな違うんだ。ちゃんとしたのか。一般成人用フットサルボール4号。2018年ワールドカップ C 使用級モデル。後ろからさ、すんごいやつ来たと思ったら見たかった。抜かれたってね。すげえチャラい、勢いえぐいやついるわと思ってチラッとこう確認した。すごい勢いのやつが来た。チャラいやつがすげえ前頑張って走ってるからさ。チャラいやつが頑張ってたし、ガタイやつ走ってるなと思って。そしたらちゃんとジローだったから。自転車揺れてた。揺れてた。ボールも家で練習するつもり？え、そうに決まってんじゃん。岡部さんが家でできるタッチの練習の動画上げてた。お前それケンタロウもやってるやつよ。だってケンタロウぐらい上手くなったらまあお前余裕じゃん。確かに。プレーで余裕があった方がいい。そこ？あ、そうそう。なんかお前が下手だと疲れる。2倍。あ、下手だと疲れる。なんか面白くなくなっちゃう。から上手くなっとこっと思って一旦。確かにな。でもなんか俺今回の動画見て気づいたことは、うん、まあ、動画って言ってるけど俺ら今限定公開でサッカーの動画を毎週撮り続けるっていう俺らの復習用の動画っていうのがある。しかももうあ8本とか上がってるでしょ。そう。ちなみに先週の視聴回数見た？え、見てない。20回全員見て、半分見てるよ、メンバー。そんな濃い視聴回数ある？意識高っ。 50% 見てるやん、 LINE のメンバー。1時間半ぐらいの動画。え、再生時間どうなってるの？再生いじり好きになるよ。いじり好きになる。 80% となっちゃう。そう、その動画を見直した結果、俺の反省点1つ分かった。ディフェンスしなさすぎ。それあえてじゃなかった？いや、まあ、カウンター狙ったりしてるけど、基本的にマジ人任せ。俺がトップ上がってる時は。一応なんかディフェンスをしなくてもいいって言われてる人がいるんだけど、世の中で、メッシとクリロナだけなの。確かに。俺その気持ちできてたらしい。一応ね、その2人だけ多分認められてる。確かに。メッシはマジでしない。そうなのね。なるほどね。俺マジでメッシとクリロナぐらいディフェンスしてなかった。すごい。